鎌田からなんとかパスを出た AJ のシュート決まります。いやここは強いですね、はい、では今劣っている中ですからリバウンドになんとかケアしていきたいところです。その中で先ほどは中島がリバウンドを取りました。ショットクロック残り3秒、森田のスリー、見事なスリーです。
からオフェンスリバウンド、もうあのまだいけるか、もう一度いきます、オフェンスリバウンド取った、3度目の勝利になるか、まあいける、シュートが決まりました。いや頼りになりますね、はい、5点を追いかけます。第4クォーター、中島からでした、インサイドのロート、マイケルもインサイドにいます、逆サイド森田、リングに嫌われる、しかしその後マイケルがフォローしました。いやマイケル本当にこの第3クォーターからしっかりチームを支えてますね、はい、マイケルです。3はどうだ、もう少しというところ、オフェンスリバウンドロートが当たります、もう一度マイケルへ通った、ここはフリーになっていました、素晴らしい、おっしゃる通りで、まあ、何か変えてほしいですね。浜田シュートいきました、ディフェンス激しく当たられましたが、ヘッドコーチの意図通りの活躍、ここまでスリーポイント、はい、ここからインサイドロート、チャンスある強くロート、シュートいきます、素晴らしい、決めました、これで再び3点差。浜田激しいディフェンスに向かっていきます、インサイド中村下た、決まりました、1点差、今確実に攻撃ではいい流れが来ています、はい、インサイド再び、ここは中島にパスが通りました、素晴らしい、武藤が手にする、もう一度中島シュートに行く、ここが決まります、